ニー・ヘイワードは死の直前、立教から所持品を投げ捨てていた。その不可解な行動に捜査本部は混乱する。一方、郡京子の息子、翔平に監禁されていた小山田の妻、文江は逃亡を試みるが、その途中、崖から転落して死亡してしまう。ジョニーの残した一冊の詩集、宗末はそこに謎を解く手がかりとなる一編の詩を発見した。母さん、僕のあの帽子どうしたでしょうね。ええ、夏、碓井から霧爪へ行く道で渓谷へ落としたあの麦わら帽子ですよ。この詩は大正11年に発表されたもので、西条八十が幼少の頃、母親と群馬県の霧爪温泉を訪れた際の思い出を歌ったものです。注目していただきたいのはここです。霧爪とストローハット。霧爪とストローハか。はい、霧爪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 。苦しいだろう。苦しいですよね。こっちの方がまだ近い。霧爪、霧爪の、キスミ、キシミ、キシミ。あ、ほら見ろ。じゃあ、ジョニーはなぜ。じゃあじゃないんだよ。はい。あ、管理官、なんかご意見は。え、専門家に聞いたらどうですか。ほら、あの、キリズミをキスミと発音するかどうか。そうですね。じゃあ、早速当たってみてくれ。で、その後、ジョニーの足取りは何か分かったか。聞き込みは続けてますが、4月1日に入国してから2日、3日、そして5日、この3日間の足取りは依然として不明です。ジョニーが持っていた200万の出所は。それもまだ不明です。え、じゃあほとんど何も進展してないってことですか。足取りがつかめていないその3日間のいずれかにジョニーは霧爪へ行ったんじゃないでしょうか。まだ霧爪と決まったわけじゃないだろう。日本に初めて来たはずのアメリカ人が25年も前に発行された西条八十の詩を持っていたんですよ。そこに何か手がかりがあるんじゃないでしょうか。決めつけるな。思いつきで発言するな。ああ、一つ思いついたんですけど。はい、何でしょう。いや、この詩集、ジョニーの父親が手に入れたもんっていうのは考えられないですかね。父親。うん、あのジョニーの父親、ウィルシャーか。ウィルシャーはベトナム戦争に行ってる。日本の基地に立ち寄った可能性がある。その際詩集を手に入れたんですよ。なるほど。あ、それならジョニーが昔の詩集を持っていたことも納得いきますね。ジョニーが日本に来た理由もわかるかもしれませんね。沖縄、横須賀、ベトナム戦争当時の中継基地ですから。 ICPO を通じてアメリカに早急に当たってください。わかりました。光一郎。お母さん、おかえり。ちょっと待ってな。すいません、コロッケください。したのかな。私、パンチッチが欲しいってお願いしたの。サンタさん何時に来るのかな。食べようか。おじりはどうしてサンタが来ないの。この番組は大正製薬、ライオン、KDDI、AGM、ライフカードの提供でお送りします。私若い時、主人の選挙事務所で
ウグイス嬢のアルバイトしてたんですのよ。それが出会いですね。一目惚れです。私じゃなくて主人の。そうだったかな。選挙中だっていうのに毎晩デートしようってしつこかったじゃありませんか。はいはい、そういうことをバラすんじゃないの。もう時効ですわ。はい。ああいいですね。その笑顔もらい。うん、いい取材ができましたね。あんたバカじゃないの。え、言ってることここに書いてあることばかりよ。どうしたんですか、イライラして。いい写真撮れましたけど。あ、お疲れさんです。佐伯さん、もう少し時間を割いてくれませんか。まだ取材が必要。私は彼女の本音を引き出したいの。いつも本音を言ってると思うけど。とにかくもっとこう彼女の本質っていうか深い人間味の部分の話が聞きたいの。協力してお願いします。わかった。じゃあ考えとけよ。写真なんかどうすんだ。チラシを作るんです。チラシ？パソコンでやればすぐできますよ。配るんです。この人を見なかったかって。インターネットの掲示板にも載せて、とにかく目撃者探しです。小山田さん、そのおいって言い方やめてくれますか。新見隆って名前があるんですから。最近の写真がいいな。最近？それの最後の写真だ。こうなってから一度も撮ってない。これでどうだ。いいですね、綺麗に撮れてる。ウリセさん、あ、あれ見てください。日本にある米軍施設です。こんなにあるとは思いませんでした。このどっかにジョニーの親父がいたってことか。とりあえず近場の横須賀あたりに聞き込みに行ってみましょうか。アメリカの返事を待っても遅くはないと思いますが。あら、なんだよ逆だろ。そういうのは俺のセリフだ。お前は後先考えずに突っ走んじゃないのか。あ、そういや宗瀬、お前横須賀出身だったよな。ああ、そうなんですか。そうか、お前昔横須賀で悪さしたな。だから行きたくないんだろ。女泣かしたのか。女。遅くなってすみません。どうでした。はい、言語学の先生は。それが可能性はあるそうです。工和大学の宮武教授によりますと、例えばブラックミュージックなどでは probably を probably と平たく言うことがあります。同様に straw hat も音の強弱によっては日本人の耳にはストーハと聞こえないことはありません。切り墨は。アメリカ人は複数形の S もスと発音すべきところをズということがあります。黒人スラングではその特徴は顕著で、キスミのような場合でもケズミと発音したりします。キズミ。はい、切り墨をキズミと発音して、それがキスミに聞こえたんじゃないですかね。管理官、ジョニーはこのどこかで切り墨にいたと考えられます。切り墨行かせてください。こち
何これ。よう、おかえり翔平。何やってんの。やる。こっち何やってんだ。おい、何すんだよ。帰れよ。お前、こっちに使っていいって言ったじゃん。帰れって言ってんだよ。帰れよ。何すんだよ。帰れよ。お前らがせいだよ。お前らが悪いんだよ。もう二度と来んな。何なの。このままじゃダメだ。どうすんの。安全なところへ行く。安全なところ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ダメですよ、ちゃんと声出して。あんたこそなんだよその変なサングラス。私の都合だって理解してくださいよ。いい、声出してよ。よろしくお願いします。すみません。何これ、おじさんの娘。小山田さん、どうしたんですか。俺はもういいよ。奥さん見つけるためでしょう。こんなことしたって無駄だ。私はこのために会社休んでるんですよ。あんたがあんな人気のないところで踏み下ろしたりするからだろう。やるなら一人でやってくれ。言ってましたよ、直美が。なんで。いや、言いかけてやめるな。それが直美じゃなくて文枝だ。呼び捨てはやめろ。あなた極度の見栄っ張りで意地っ張りで、だから一緒にいると疲れる。文枝だ、そう言ったの。今4日に着きました。え、情報漏れですか。刺繍の件はマスコミには公表してないんだ。誰かが喋ったんだよ。わかりました、また連絡入れます。刺繍の件がマスコミに漏れたそうです。情報管理はくれぐれも気をつけるように主任から。タクシー呼んできます。出版社日光新聞の系列だったな。そうだけど、この前お前に西条康のこと話したよな。ああ、うん。それ誰に話したか。え、正直に言え。何よ、取り調べみたいに。刺繍のことが記事になってるんだ。誰かがリークしたんだよ。それで私が、あんたを裏切るようなこと私がすると思ってるの。まだそうは言って。じゃあなんで電話してきたのよ。私を疑うなんてあんたおかしいわよ。少しは人を信用しなさいよ。そのうち本当に一人ぼっちになっちゃうからね。プレゼンさん、行きましょうか。はい。あれ、新車買ったの。あなたが返してくれないからよ。あ、そっか。
でもちっとも気に入ってないの。何をおっしゃってるんですか。可愛らしい車じゃないですか。奥さんにぴったりですよね、翔平君。出かけるの。佐伯さんがこれに乗ってくようにって言うの。県知事候補がこういったファミリーカーを運転して自らスーパーに買い物に行く、それがいいんじゃないですか。こういった大きい車より親近感が湧きますよ。さすが佐伯君、おっしゃる通りだ。私もそう思う。あれ、クマないね。あれマンションに置いてきたかな。クマ？うん、別に。あ、ねえ、それよりお母さんさ。何？人手足りてるの？え？いや、僕も手伝おうかなって思って。選挙を？うん。それは素晴らしいよ。ぜひお願いいたします。どういう風の吹き回しかな。僕の彼女も興味があるって言ってんだ。手伝わせてもいい？もちろんですよ。ね。通行止めですか。崖崩れがあって。え、崖崩れ？どこ行くんですか。金刀館という旅館です。それならホイホイ坂っていう歩いて行く道ありますけど、1時間はかかるかな。え、1時間。行きましょう。でしょうね。すいません、わざわざ。こんな道迷っちゃいますよ。本当に何もないところですよ。大昔は外国人の避暑地として栄えてたみたいだけど、隣の軽井沢に人が流れていってからはすっかり寂れちゃって、今は宿屋は一軒だけ、物好きな一家が経営してるんだけど、あんなところでよくやってるわ。あ、すいません、ホイホイ坂ですよね。全然ホイホイじゃないし。うわー、綺麗ですね。そうですか。ただの原っぱですよ。まだですか。もうすぐです。よし。あれです。こんなとこに。滑りますからね。お客さんよ。お母さん。お母さん。私ここの娘です、うん、ようこそお越しくださいました。歩いてこられたんですか。はい。そりゃそりゃ、どうぞ、まずは一風呂浴びてください。あ、そうですよね。その前に少しお話を。あ、そうですよね。ここらで採れた野菜の漬物です。ああ、恐縮です。先代の女将です。お客さん見ると出たがって。ご家族でやってらっしゃるんですか。はい、家族4人で細々と。しかしいいな、こんなところで家族で暮らすのも。すいません、お待たせいたしました。おばあちゃん、寝てなきゃダメじゃないか。早速ですが、電話でお話したのはこの青年なんですが。黒人さん。7月1日から6日の間にこちらに訪ねてきませんでしたか。さあ、シーズン中になるとたまに外人さんも見えますが、黒人の方は一度も。そうですか。すいませんね、お役に立てないで。おばあちゃん、人前になんか出るんじゃないよ。まあ、こういうこともありますよ。霧積みってのはこの辺一帯のことでしょ。旅館に立ち寄ったとは限らないし。じゃあとりあえず
古いんでも。どうぞ。浴衣を。ああ、どうもどうも。すいません。来たよ。何が？黒人さんだよ。私が見たわけじゃない。誰が見たの？はい、おばあちゃん、誰が見たんですか？タエさん。タエさん、以前うちで働いていた中井さんです。タエさんが黒人さんを見たって言ってたの？黒人の親子連れ。親子連れ？20何年前だったかな。え、20何年前？なんだ、昔のことか。男の子と黒人の兵隊さんと。兵隊さん？日本人のお母さん。日本人？お母さんは日本人ですか？横須賀の頃の知り合いじゃないかね。横須賀。タエさん、ここに来る前、亡くなった旦那さんと居酒屋やってたんですよ、横須賀の基地の近くで。すいません、そのタエさん今どちらに？北の坂本町に一人で住んでます。ただ最近ボケが始まりましてね。大丈夫だよ、私もタエさんもまだボケちゃいないよ。昔のことはちゃんと覚えてんだから。極度の見栄っ張りで意地っ張りで、だから一緒にいると疲れる。ありえない。ちゃんとやれよ。なんで私がこんなことしなきゃなんないの？肉体労働なんかしたことないんだから。文句言うな、俺だってやりたくてやってるわけじゃねえんだもん。もう無理。待てよ、ほら配れ。私やっぱりやめます。こんな山奥で暮らすなんて。ジョニーの家族は本当にこんなとこまで来たんでしょうかね。行きましょうか。タエさんが死んだんだよ。死因は溺死、死亡推定時刻は昨夜の11時から12時の間。まあ風呂入ってて足滑らして溺れたんですね。これはまあ一人暮らしの老人によくありがちな事故ですよ。現場に争った形跡は？あ？他殺の可能性もあるんじゃないでしょうか。他殺？ええ、田井さんはある事件の重要な証人だったんです。口封じに殺された可能性もあります。争った形跡なんかありませんでしたよ。顔
顔見知りの犯行だとしたら、これは単なる事故ですよ。頭から事故と決めつけずにもう少し突っ込んだ捜査をしていただけませんか。何ですか。じゃあ我々が手を抜いてるとでも言うんですか。はい。すいません、ありがとうございました。はい。ちょっといいですか、お話伺っても。え、お約束してたかしら。佐伯さんに内緒で来ました。京子さんの生の声が聞きたくて。いけませんか。いいえ、うん、構わないわよ。どうぞ。ありがとうございます。で、どんなことが聞きたいのかしら。京子さん、子供の頃にご両親を亡くされて苦労されたってエッセイに書かれてますよね。ええ、私も両親を早くに亡くして施設で育ったんです。あら、そう。でもごめんなさい、あんまり覚えてないの。覚えてない。うん、なんだかもやがかかったみたいで。私の施設の友達も同じことを言ってました。同じこと。子供の頃の記憶がもやがかかったみたいにぼんやりしてるって、思い出せないって。辛いことがあったから。へえ。出身は富山県でしたよね。以前インタビューで答えてらっしゃいますよね。富山県八尾町、どんなところです。何もない町よ。ご両親が亡くなられたのはいくつの時ですか。父は3つの時、母は11の時だったかな。じゃあお父様のことは覚えてらっしゃらないですね。そうね。お母様はどんな方でした。優しい人だったわ。なんで言ってくれないんだろう。あれほど言ってるだろう。返事しろよ、返事。面白くないわ、子供の頃の話なんて。そんなことありません。京子さんのような素敵な方がどんな子供時代を送られて現在に至るのか、とても興味深いところだと思います。そんなことより息子が手伝ってくれてるんです。え、私嬉しくって。ちょっと話聞いてやってくれません。呼んできますか。あの はい、はいはい、そうですか、わかりました。はい、伝えますから。宗瀬さん、東京からです。早く帰ってこいって。宗瀬さん、事故だと思いますか。我々が話を聞こうとした途端事故死なんて。だからといって今はどうすることもできないでしょう。この案件は管轄外なんですよ。横渡さんは先に帰ってください。雨の痕跡が消える可能性があります。ほらほら、こっちおいで。はい。何やってるんですか。ああ、いや、ちょっと捜査です。捜査。警視庁が所轄の許可のなしに捜査していいんですか。しかも近隣住民の飼い犬を虐待して。それが警察官のすることですか。すいません、すぐ行きますから。
ちょっとあなた聞いてるんですか。やめろ。何？人が下で寝てる息になれなかったの。すいません。すいません本当に。だけじゃなく人間も苦手なんじゃないですか。あ、すいません生意気って。でもだから人に厳しくなれるのかもしれませんね。私なんか情に流されっぱなしで警察官失格ですよ。根瀬さんの厚子さんにはいつも感心してます。正義感が強いというか警察官としての使命感というんですかね。そんなもの自分にはありませんよ。でしょうね。今のは皮肉です。聞きませんか。じゃあ先に。いただきます。犬飼ってんですよ、うち。シーズってこんなちっちゃいやつ。かわいいっすよ。よくわからないな、宗瀬さんって人が。子供の頃、横須賀でアメリカ兵に父親が殺されました。え？袋叩きにされて。その時そばに犬がいたんですよ。だから犬は嫌いなんです。横須賀も嫌いです。お母さん遅くなってごめんな。ほら、帰って食べような。ここで待ってるんだぞ。
小山田さん。大丈夫ですか？何やってるんですか？何しに来たんだよ。これ返しに。じゃあ。なんでこんなことを。一人で暮らすのは下にあった方が便利なんだよ。チラシ。え？配るだけじゃなくて電柱や壁に貼ってみたらどうだろう。そうですね、やりましょう。黒人兵の親子連れ。はい、母親は日本人です。ジョニーと両親じゃないでしょうか。ジョニーは GI ベビーだって言うんですか。中山太陽は以前横須賀基地の近くで居酒屋を経営していました。ウィルシャー・エイワードは横須賀にいたんじゃないでしょうか。二人は顔見知りで、それで切り詰めに行った。それはありませんね。 ICPO からの報告によると、ジョニーの父親ウィルシャー・ヘイワードが日本に立ち寄った記録は一切ありません。確かにベトナム戦争に行ってますが、途中立ち寄ったのはフィリピンのスービック基地です。残念だったな。わかりましたよ、例のスクープの出所が。何？高和大学の宮武教授です。ストーハーとキスミを聞きに行った。知り合いの新聞記者にベラベラ喋ってたそうですよ。誰だ、そんなおしゃべりな教授を紹介してるんだ。私です。ん？富山県？そんなとこ行ってどうすんの？郡京子の生い立ちに焦点を当てたいんです。エッセイには書かれてないんですよ、子供の頃のことが。どんなところか見てみたくて。家族の取材はどうなった？一通り話聞きましたけど、面白くないんです。みんな当たり障りのないことしか言わなくて。だからもっと突っ込んだ取材。もういいんだよ、取材は。どうしてですか？堅苦しい内容はいらないの。ほのぼのとしたエピソードがあれば十分。なんか言われたんですね、先方から。私は同じ女として彼女の生き方に興味があるんです。生身の郡京子を書きたいんです。イメージアップに協力する提灯記事を書くつもりはありません。名前聞くな。たかが女性誌の契約記者がジャーナリスト気取るんじゃないよ。文句があるなら書かなくたっていいよ。代わりはいくらでもいるんだからね。はい、俺だ。今下にいる。どうしたの？ああ。何よ。なのよ、はっきりしてよ。機嫌悪いんだから。どうかしたのか？編集長とやり合ったのよ。もうやめ時かな。お前は本当に長続きしないな、何やっても。うるさいな。なんか用があって来たんじゃないの？あの記事お前じゃなかった、別の人間だった。で、それを言っておきたかった。普通謝るんじゃないの、こういう時。謝ってる。
謝るっていうのはちゃんと人の顔を見てごめんなさいっていうの。ごめんね。はい、女性ワイドですが。元宮キリコさんお願いします。私ですが。今郡京子さん取材してますよね。え、ねえ、まあ一度お会いできないでしょうか。は、ぜひ記事にしてほしいことがあるんです。とっておきのネタが。それじゃあ明日も配りましょう。ここでイヤリング見つけたんだ。来た。絶対あそこだと思う。そうかな。だって他に考えられないの。いるじゃん。分かってるよ。それ、ソラチ。これが何か。フミエが通ってたマッサージの店。クマです。私は信じますよ。ネセさんの死に私も切り詰めに現れた親子連れはジョニーと両親だと思います。本当に幸せ3日だ。はい、殺される3日前です。空白期間のジョニーの目撃者だ。目撃者ですか。うん、虎ノ門のパストラルホテルでジョニーらしき男が女と話してるのを水道工事の作業員が見てた。40代から50代の女らしいな。ちょうどジョニーの母親の年代だな。母親。うん。報告書は完璧とは限らない。行きますか。横須賀へ。
ジョニーは母親に会いに日本に来たんです。どなた？元宮君の知り合いの刑事です。小船で今でも現役の。なんで警官になったの？ここだ。この番組は大正製薬、ライオン、KDDI、AGF、ライフカードの提供でお送りしました。いつやられたのは俺の親父だ。